全部残さず食べていきましょう。よっしゃ、うまそうです。よし、ワンちゃんご飯になりますね。UFO UFO。おはようございますね。無事朝を迎えれました。よかったです。インコちゃんのねセラミックファンヒーター借りてきたんですけど全然温まりませんでした。あれは家だからね30度近くまで上がるんですね。しかも狭いからかな、あれ家ではね30度近くになってたから、その室内っていう、室内じゃないですけどそのインコちゃんスペースです。かりでした。やっぱ外気が寒いだけあってこの温めきれないでしょうねきっと。まあでもいい勉強になりました。さあ、そうセラミックファンヒーターはね200ワットですね。200ワットじゃね そこまで温まりませんね。7度までいってました。そして今朝の気温がマイナス5度、寒かった。あ、まあもう朝なんでちょっとねパップしたりちょっと片付けたいと思いますね。ゆうちゃんたちがね足滑らんようにしてます。はあ、寝てたとこはもう下が溶けてました。ほとんどこの湯食べとるわ。食欲旺盛でよかったです。
はい、もうねこの幕の中だいたい片付けれました。今からは朝ごはんの前の血糖値上昇タイムですね。お汁粉の方を飲んでいきたいと思います。もうねストーブの方で沸かしてるお湯沸いたんで、さあ入れていきましょう。その前にこれね見てください、見てこれタオルガチガチですね。もうこちらの地域の方ほんまこれ洗濯物ほんと困りますよね。これタオルがこんなんだもん。富樫健児立たせます。富樫じゃないな、あれ男塾の誰やったっけな。ということでさあ汁粉入れていきますね。井村屋のお汁粉入れていきます。これがね私的にはかなり好みですね。この餅も入ってるのが美味しい。これこの餅が美味しいですよね。またよっしゃ、ああもったいない。よっしゃ、あれちょうどね分量的に多めにしてないんで、いっぱいいっぱいにしてないんでね、その方が早く沸きます。あうまそう。ちょっとトロッとしてね、あ飲みこ、あすがすがしい朝やわ本当に。うまっ、あったかくて甘い、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいわ。これこれこいつです。うんうん、うまい。さあ朝ごはんの用意できましたね。今日の朝ごはんは一年のね無病息災を願って七草がやになりますね。七草がやね去年もやったのかな、かなり美味しかったんですよね。しかも七草がやセットがねよくねスーパーでこの季節売ってるんで買っちゃいました。あれ見ると買いたくなりますよね。さあ早速ねお粥の方にしていきたいと思います。作り方もね今年はねちょっと見てきたんで、そのやり方でやってみたいと思いますね。よっしゃ、まずはこのねいつもの土鍋にご飯を入れて、水がねいつもより多め、 1.5 合やから2合分の水でも足らんのかな。2合分は入れなきゃダメですよね。2合分の水でいいか、 1.5 合やからこれや、ここやきっとここでいいでしょう。まずねここで前半お粥にしますね。後半からこの野菜を入れるといいらしいですよ。私の場合ねもう最初からね野菜入れてたけどクタクタになりすぎちゃうらしいです。そしてアルコール入れて、アルコールストーブはねほっといたら米が炊けるんで便利ですねやっぱり。よっしゃ、あそう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 、こいつにはねこの出汁の方を入れときますね。出汁の方をね少々入れときます。出汁がうまいからこれ塩も少々入れときましょう。よいしょ、こんなもんかな。よっしゃ、よいしょっと火をつけて、あついてるか見えへん、ついてる、あついてる、ついてる、よっしゃ
前半戦いっちゃいます。うわギトギトやなこれも。よっしゃ、OK、よし、それではねこの食材の方を切っていきますね。これ根っこついてるんですけどね、これ根っこ食べるためにつけてくれてるんですかね。これ根っこも食べちゃいますね、こうなったらもう全部残さず食べていきましょう。それが無病でしょう。この頭も食べちゃいます。この草もね、これなんなんやろ、株みたいなやつ、これ赤株だかにゃーって、昔ドラマありましたよね、知ってます？赤株刑事っていうね、あれ小学校の頃ね帰ってくると見てましたね。小学校の頃帰ってきてから見るテレビって言ったら、私ね西遊記も多かったですね。3時か4時ぐらいからね、特捜最前線、特捜最前線ね、あの始まりの歌がなんかめちゃくちゃシックなんすよ、なんか覚えてるわあれ、特捜最前線最遊記めちゃくちゃ見てたな、あの頃4時頃ですね確か、学校から帰ってきた安月少年はよく見てました。よしじゃあこれでいいわ。ああいうの車両も運べれるでな。ありがとうございます。自衛隊の方が頑張ってくれてるから。さあだいぶちょっと途中ですけど、おお、ここに七草の方入れていきたいと思いますね。七草の方入れちゃいます。これがこれの途中で入れるのがいいらしいですよ。 なぜなのかは私には分かりません。クタクタになりすぎないのかな。熱かった。よっしゃあと少しだけ待ちますね。もう完成やわ。よし、もうね火の方もだいぶ止まったみたいなんで、食べていきたいと思いますね。どんな風にできたかが楽しみです。熱すぎやなこれちょっと。よいしょ、よっしゃ、開けてみましょう。開けてきますよ、楽しみですね。うわめちゃくちゃ香りがいい、七草の香りがすごいですね。あーでもちょっとお粥っぽくないな、なんか水が少なすぎたかな、やばい。これはちょっと混ぜてみましょう。ちょっとお粥、あでもお粥かな、ちょっとは多少はちょっとお粥っぽくないお粥ですね。あーでもいいわ、取ってこう。よっしゃうまそうです。あーわわわわわ、もうこれちょっとお粥っぽくないな、うまそう。でも香りが美味しいわ。もう出てこ、ここもうお粥じゃないよこれ、こうなったらべちょべちょご飯。さあ完成しましたね、めちゃくちゃ美味しそうですよ。それではいただいていきますね。いただきます、いただきます。さあどんな感じやろ。ちょっとねお粥っぽくはなりませんでしたが美味しそうですよ、香りがいい。それではねいただいてきますね、感謝です。おうん、あかうまい。七草の香りとねこの出汁のうまみです、最高やわ。ほんと自然には感謝ですね、巡り巡って。
美味しゅうございます。うまいぞ。こうさっぱりしてるとね、そこ平らげちゃいますね。やばい、美味しいし、さっぱり感がね、またこれ進ませてくれますね。いくらでも食べさせてくれるって感じ。よし、次はちょっと梅干しを一緒に食べてみます。おしんこやったかな、これたくあんが合いそうですね。さあ次はね、梅干しちゃんと、久しぶりですね梅干し食べるの。食べていきますね。あか、うん、全く別物。これ七草粥じゃなくなっちゃうの。でもこれはこれで美味しいんですよ、もちろん。梅干しはやっぱり梅干しで美味しいですね。でもこれ七草粥としてね、これ七草と食べると、うん、全然違う。あー美味しい。梅干しはちょっとね、七草の香り消しちゃいますね強すぎる。うまいわ。よし、もう今日はおかずがないですからね、めちゃくちゃ進む。 ご飯めちゃくちゃ食べれちゃう。よいしょ。あーもうこれ3杯目がないほとんど。どうしよう、どうしよう、やばい、進みすぎてる、自分でも怖い。おお、うん、おお、おお、うん、うん、二人ともめちゃくちゃお腹空いてるみたいです。むしゃぶっとるな、ゆずも。ゆず、あずき、遅い、遅い、遅い、しそうです。よし、ゆず、いい子やな。はい、ゆず、はい、はい、ダメね、こっち、はい、はい、遅い。よし、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 よし。あー、火が出てだいぶ経ったね。ちょっと暖かく感じるようになりましたね。でも気温的には0度か、0度で暖かく感じるようになるわ。ほんと不思議なもんですね。マイナス5度を味わうと0度が
暖かく感じる。まあ、少し歩き回ったのもありますね。だいぶ片付けました。あ、よく食べてるわ。よかったよかった。1000円かるやん、これ。もうね、中のもの全部車の中に片付けましたね。あとは巻くだけです。めちゃくちゃ天気も良くなりましたよ。今日なんか最高でしょうね、キャンプするのに。さあ、あとはこいつ片付けてゆっくり帰りたいと思います。撤収の方終わりましたね。もう最高の天気になりましたね。いつも帰るときはこうです。はあ、でもね、気持ちよく運転できるんで、まあ、帰りはこの方がいいです。安全ですからね。さあ、気をつけて帰りたいと思います。いつもコメント、グッドボタンありがとうございますね。そしていつもご視聴ありがとうございます。皆さんのね、コメントでやらせてもらってるんで、もうね、かなり支えられてますね。それでは失礼しますね。失礼します。帰ろ帰ろ。Oh!